アメリカでプレーをしたいっていうのを望んでから、実際にフレズノ FC に加入してプレーするまで、約4年かかってる。そのタイミングで、自分がどうしたいかっていうのを、向き合ってる中で、なかなか、チャレンジするっていうのが決めれなかったので、一番大きいことというか伝えたのは、自分の両親に、チャレンジしますということを伝えました。フレズノ FC にトライアウトを受けたときに、非常に、コーチングスタッフ、GM のフランクさんや監督などと話をしたときにも、ものすごく自分はいいチームなのではないかなっていうのがすごい予想できたといいますか。The kid puts in so much hard work and training. The fact that he can't speak English as well as most guys on the team and still tries to understand and talk and communicate, so proud of him, man. 自分が単純にここに来たいなって本当に思えたので、正直、日本と全然違うスタイルという表現が合ってるのか分かんないですけど、ほとんど日本人としかプレーしたことがなかったので、こっちに来た時に、日本人の、普通というものが全然違うなっていうのを感じました。少しだけ聞いたりもしたんですけど、やっぱりそのピッチ上だけじゃなくてピッチ外のコミュニケーションについても、全てが違うなっていうのは感じました。彼らとは、一緒に住んでいるわけですけども、自分はまだまだ英語ができない、そして、アメリカで過ごす時間も短い中で、毎日、いろんなこと、自分がわからないことを、教えてくれる友達でもあり、一緒にピッチで戦っている一番信頼している友人でもあり、英語の先生みたいな感じでいろいろ教えてくれるっていうのは本当に 心強いです。はい、I'm very appreciative for all staff and all teammates and all supporters. They helped me whenever I want. I hope to win this season championship. I'm honored to play with all members. So thank you.